PWC 京都監査法人は、日本における純大手監査法人、旧ミスズ監査法人の京都事務所が独立して、設立された。ビッグ4の一つ、プライスウーターハウスクーパースのメンバーファームであり、PWC 新た、有限責任監査法人、プライスウーターハウスクーパース株式会社、PWC 税理士法人などと共に、PWC ジャパングループを形成している。 ミスズ監査法人解散の際、東京事務所は大部分が新日本監査法人へ、大阪、広島、福岡事務所は、監査法人東末へ、名古屋事務所はあずさ監査法人へそれぞれ移管された。一方、京都事務所は当初こそ新た、監査法人に幹部が移る見通しであったものの、メインクライアントの一つである京セラの稲森、和夫名誉会長の意向により独立した。 監査法人を設立することとなった。このように、地方事務所が独立した、監査法人となった。他の例としては、熊本監査法人を設立した熊本事務所がある、京都監査法人は新た、監査法人同様、当初より、PWC と提携している。新た、監査法人は、PWC のメンバーファームであるのに対し、当初の京都監査法人は協力ファームとして、 位置づけられていたつまり、PWC からの業務委託の可能性はあるものの、グローバルファームとしての方針や品質管理基準などは、PWC とは全く無関係の、いわば独自路線の法人ということである。しかしながら、2013年には正式に PWC のメンバーファームへ加入し、2016年には法人名に PWC を関するなど、新た同様、 PWC の国際色に染まりつつある。クライアント数は準大手監査法人で最も少なく、限られるものの、大手監査法人の経費から、複数の大口クライアントを抱え、業務収入や人員リソースもそれらが大部分を占めている点、及び、大手法人以外で唯一四大会計事務所と提携している点から準大手というよりは小さな大手、監査法人という状態に近く、 他の、純、大手法人とは一線を画している。うち大手の KDDI から受け取る報酬は、監査、非監査合わせて10億円を超えており、大手4法人以外で10億円超の業務収入の、クライアントを要する法人はここだけである。そのため2015年度の業務収入は36億円と、太陽有限責任監査法人に次ぐ、業界第6位の規模である。人員数は、 太陽、東洋、青星に次ぐ第8位となっている、優化証券報告書より、最近の監査報酬上位10社を以下に示す。今日も及び、財産の状況に関する説明書類に本的、監査風土の今と今後、柴田秀樹著、2008年、監査法人の未来像、監査法人の研究、柴田秀樹著、2010年、京都監査法人が、 PWC のメンバーファームとなり、PWC ジャパンに加入京都監査、法人法人名変更に関する、お知らせ会社4基法業界、地図2017年版より、ありがとうございます。